らカメラが無敵でもそれじゃあんまり脳がなさすぎるんじゃないですか。今のところガメラを撃退するいかなる方法もありません。まあとにかくその冷凍爆弾をガメラにぶつけてみようじゃありませんか。先生、今すぐ避難してください。数千年の眠りから覚めた大怪獣ガメラがあなたを狙っています。大変なんです。図書はガメラにさらわれてしまいました。図書は死んじゃダメよ。図書は俺は図書を助けに行こう。私も一緒に行くわ。新聞記者だ。